吹雪は、大日本帝国海軍の一等駆逐艦。重武装でしのげな未成に優れた本型の出現は、当時の列強海軍に衝撃を与えた。吹雪は、吹雪型駆逐艦の一番艦で、同時に、雪球の一番艦。この名を持つ日本海軍の艦艇としては二隻目である。ふぶきは1942年10月11日の砂某、島沖海戦で沈没し、ふぶ型は、 白雪型駆逐艦と改名された。その後、初雪型駆逐艦として再登録された。第35号駆逐艦の艦名は、すでに、裏風型駆逐艦裏風で使われていた。吹雪は、舞鶴工作部で1926年6月19日に、寄港。6月25日、浦賀選挙で、建造の駆逐艦に、第33号駆逐艦、本艦に、 第35号駆逐艦、佐世保海軍交渉の駆逐艦に、第4 5号駆逐艦の艦名が与えられる。同日付で、第33号駆逐艦、第35号駆逐艦、第4 5号駆逐艦は一等駆逐艦に類別。第35号駆逐艦は1927年11月15日に、浸水、1928年8月1日、吹雪と解消された。 解明から間もない8月10日に春工吹雪型初期姉妹艦とともに第11駆逐隊を編成していた。1930年12月には、南雲忠和大佐が胴体駆逐隊司令を務める。太平洋戦争開戦時までは、主に中国方面で活動した。1931年、吹雪は、 第11駆逐隊から除籍され、新たに吹雪、篠シ目、磯波の3隻で、第20駆逐隊を編成することになった。この間、ミ雪キが、昭和9年の事故によって沈没した。1935年9月26日の第4艦隊事件で、吹雪型の初雪、夕霧は、艦首切断の損害を受けた。艦隊強度が問題となり、吹雪も改装されている。 1936年年末の編成変更により、第20駆逐隊は除籍され、吹雪は第11駆逐隊、下の目は第12駆逐隊、磯波は第19駆逐隊にそれぞれ復帰した。1937年11月に第11駆逐隊は第12戦隊の指揮下において、甲州湾上陸作戦に参加し、上陸援護を行った。 1939年11月、アリ工作中佐が第11駆逐隊指令に着任。初雪も第4艦隊事件の損傷を修理して第11駆逐隊に復帰した。さらに第11駆逐隊は空母2隻とともに第2航空戦隊を編成。1940年8月下旬から9月中旬、吹雪はサイパン、ポナペ、 トラック白地等で開かれた演習に参加した。この間、三隻は北部通院神虫に投入されている。演習と通院神虫作戦を終えた 11× は連合艦隊期末演習に参加、第2水雷戦隊と共に仮想敵艦に対し来撃訓練を実施した。その後、吹雪は1940年10月11日の紀元2600年記念行事に、 伴う、期限2600年特別観艦,艦式に参加する。第11駆逐隊は、第2列の17隻の最後尾に配置されていた。同年末の編成外により、第11駆逐隊は、第3水雷戦隊に編入され、第2航空戦隊には、第23駆逐隊が編入された。駆逐隊指令も、ありがたいさから正直一郎大佐に変わった。 1941年9月12日に内示された昭和17年度海軍戦時編成によれば、第11駆逐隊は最新鋭の昇格型航空母艦と第1航空戦隊を編成し、それまでの1航戦は第5航空戦隊となる予定であった。しかし、太平洋戦争の勃発により、吹雪以下第11駆逐隊が同大戦で、 空母機動部隊に配属されることはなかった。1941年12月の太平洋、戦争勃発時、吹雪型3隻は引き続き、第11駆逐隊を編成。掃除大佐が座上する司令駆逐艦は初行きで、吹雪は駆逐隊3番艦であった。さらに、第3水雷戦隊に所属し、南遣海艦隊の中の一隻として、南方作戦に参加した。 海戦と同時に、マレー半島上陸戦団護衛、ボルネオ島攻略戦、クチン攻略作戦戦団護衛等の初任務に従事した。マレー沖海戦では12月9日に日本海軍は戦艦プリンス・オブ・ウェールズを含んだイギリス東洋艦隊 Z 部隊の北上を察知したが、南図海艦隊に配備されていた戦艦混合、春名では、 戦力不足だったため、小沢司令は、水雷戦隊と、航空部隊で撃滅することにした。9日夜に、鳥海は、従順斎場、三住鈴屋、熊野、巡準絹、由良駆逐艦さぎり、吹雪、白雪、初雪を率いて、Z 部隊との野戦を試みたが発見できなかった。翌日 Z 部隊は、 海軍第22航空戦隊の攻撃で壊滅した。12月11日、南遣海艦隊は、カムラン湾に集結し、第二次マレー上陸作戦とボルネオ島攻略作戦を発動し、フブキは第二次マレー上陸作戦に参加する、第三水雷戦隊本隊から離れて山水戦、第20駆逐隊所属のサギリと共に、ボルネオ上陸作戦の護衛隊本隊、 に参加。13日、ユラと第12駆逐隊に護衛されたボルネオ攻略部隊は、カムラン湾を出撃、護衛隊本隊もそれに続いた。12月17日、かつて吹雪の両艦だった山水船、第12駆逐隊所属シノのメが、ボルネオミリ攻略中に、オランダ軍の飛行艇に空襲されて沈没し、乗組員全員が戦死した。12月24日、 潜水艦に襲撃されたボルネオ攻略部隊の輸送船団救援のために護衛隊本隊から派遣されたサギリがオランダの潜水艦の K ズビーに来撃されて爆沈され第7戦隊を護衛していたフブキは初雪、白雪と合流すると初雪と共に現場に急行、フブキは白雲などの日本軍艦艇から救助されていたサギリ生存者を異常、回収すると熊野、 鈴谷と共に、カムライマにミへ帰還した。海戦1ヶ月も経たぬうちに、第三水雷戦隊は吹雪型2隻を創出した。1942年1月26から27日、吹雪は、マレー半島南部東海岸で正規した、沿道沖海戦に参加する。当時の日本軍戦力は、輸送船2隻を、第三水雷戦隊川内第29駆逐隊。 第11駆逐隊及び総海底、駆戦艇数隻である。26日16時30分、イギリス東洋艦隊の残存艦であった、オーストラリア海軍のバンパイアと、イギリス海軍のサネットの2隻の駆逐艦は、アメリカ軍駆逐艦4隻が第4水雷戦隊を、翻弄し、輸送船5隻を撃沈した、バリクパパン沖海戦の再現を狙い、 各艦の残魚雷は三本だったにもかかわらず、シンガポールから出撃した。一方の日本軍は、前日より、イギリス軍機の波状空襲を受けていたが、陸軍の97式戦闘機の援護や、各艦の回避行動により、輸送船二隻が勝破したにどまった。吹雪に、対空戦闘による損傷はなかった。だが、英順洋艦二隻出撃という航空隊からの、通報で、 第三水雷戦隊は、大水上艦戦闘に備え警戒態勢を取る。27日夜戦では、まず午前4時10分に総海典4号が、連合国軍2隻を発見して通報。続いて4時35分に、吹雪が、全軍に報告する。バンパイアは、川内に、魚雷1本を発射したが命中しなかった。これに対し白雪が単焦灯を照射しつつ、 砲撃を行い、バンパイアを撃退した。続いて、フブキー科学がサネットを砲撃し撃沈した。バンパイアも、煙幕を展開しつつ南方へ脱出したが、後に、正論を機械戦で、ナグモ機動部隊により撃沈された。本戦闘で、フブキは、サネットに対し12.7センチメートル手砲102発を、発射、他艦もの木並手砲70発前後を発射している。 三水戦の戦闘商法では、撃破した敵艦に関わりすぎて、別の敵艦への攻撃が不徹底に終わったこと、各艦がサネットに、単焦燈を重複照射したためたの敵艦が見えなくなったこと、各艦が三水戦司令部の命令を待ちすぎて、離脱する敵艦への追撃が遅れた点を指摘し、ついにこれを、いつ、したる廃艦なりと評価している。 日本艦隊の砲弾が単焦燈照射中の白雪に集中し、橋本少将が射撃中止を命じる場面もあった。大本営発表では、2対2の駆逐艦戦、第2には大東亜戦争勃発以来最初の軍艦と、軍艦との戦いとして、水上戦闘における初勝利を宣伝したが、実際には、京準1駆逐艦6と駆逐艦2の水上戦闘であった。 なお本海戦の以前に起きた水上艦同士の戦闘としては1月12日夜駆逐艦山風と第38号小海艇によるオランダ付折艦プリンスファン・オラニエの撃沈等がある次の作戦は南部スマトラの攻略であった軽巡洋艦川内第11駆逐艦隊駆逐艦一隻は陸軍戦艦大船団を護衛して2月9日に カムラン湾から出撃した。また、2月10日には、マレー部隊主体捕課が、2月11日には、陸軍主力船団がそれぞれ出撃した。2月12日、連合国軍のシンガポール方面からの脱出が、盛んであると思われることを受けて、マレー部隊指揮官、小沢次三郎中将はそれを攻撃することを決めた。ここで、ユラが、第三水雷船隊の指揮下に入った。 川内、ゆら、第七戦隊第一小隊、第十一駆逐隊、第十二駆逐隊は、新ップ島東方へと向かった。2月13日、吹雪と朝霧は、イギリスの砲艦スコーピオンを撃沈した。2月14日未明には2隻は、イギリスの小海底トラングを撃沈した。この日、川内などは、戦断後衛に戻ったが、吹雪と朝霧は、 ユラ艦長の指揮下で敵艦船攻撃任務の継続や船団の北方を警戒するよう命じられた。この後、陸軍の海上トラック船団がイギリスの特設小海底、リオの攻撃を受けた。ユラと、フブキ、アサギリは救援に向かい、リオを撃沈した。2月15日、船団は白地に到着し、上陸が開始された。同日、スマトラ西方を北上する。 敵艦隊が発見される。ユラ、第11駆逐隊などは主体への合流を命じられた。しかし、敵艦隊は、航空攻撃を受けると撤退した。また、フブキは2月15日には、イギリス特設不設艦特選定を格座させ、2月16日には、イギリス高速艇2隻を捕獲のほか、カワナイと共にイギリスタンカー、リラを捕獲した。18日、ユラ及び、 第11駆逐隊は、ジャワ作戦準備のためアナンバス諸島へ向かい、同時に三水船の指揮下を離れた。2月18日、今村人志陸軍中将率いる、陸軍第16軍は、西部ジャワ島攻略のため新州丸、秋津丸以下の輸送船56隻に分乗し、カムラン湾を出撃した。第5水雷戦隊司令官式の第3護衛隊が船団を護衛しており、 原司令官は、付近で行動中の第7戦隊や第4航空戦隊等に援護を要請していた。21日、ユラ、第11駆逐隊、第12駆逐隊等は、第5水雷戦隊と合流する。吹雪は、同部隊に編入され、5水戦司令官の指揮下に入った。24日、特設水上規模艦上川丸の水上偵察機が、潜水艦を発見。 駆逐艦春風と、吹雪は共同で、爆雷攻撃を行った。27日、従順熊の水上偵察機が、巡洋艦3隻を含む連合軍艦隊が、輸送船団に接近中と報告。原司令官は、輸送船団を反転させると同時に、分散していた軽巡由来、第11駆逐隊、第12駆逐隊に集結を命じた。そして、 陸軍上陸日の調整を行いつつ、吹雪き下かご推薦、第七戦隊戦力をもって、連合軍艦隊を撃破する意向を示した。ところが、専人の栗田武雄第七戦隊司令官は、水上戦闘を回避する意向であり、熊野と名取との間で盛んに信号のやりとりがあった。結局、両者の応酬を見かねた、連合艦隊司令部が仲裁に入り、栗田を、 統一指揮官にして、事態の打開を図った。2月28日、現象省は、ユラニ山水戦への復帰を命じ、駆逐艦将風には、第四航空戦隊の護衛を加燃した。その頃、カレルドールマン少将率いる、アブダ連合軍艦隊と、日本海軍第5戦隊、第五戦隊第二水雷戦隊第四水雷戦隊の間でスラバヤ沖海戦が、正規する。 同海戦第1次ヒル戦、第2次ヒル戦、第1夜戦、第2夜戦で、連合軍艦隊は、ドールマン少将が戦死、軽巡洋艦でロイテル、ジャワが沈没という被害を受けたが、ナチ、ハグロの乗組員が沈没するでロイテルとジャワに気を取られているうちに、アメリカ海軍の従巡洋艦ヒューストン、オーストラリア海軍の軽巡洋艦パースは、離脱に成功する。十八日正午。 両艦は、無傷のままバダビアに到着、澄んだ海峡を通過して、脱出を試みようとしていた。同日朝、五水船及び、輸送船団もジャワ島生誕のメラク湾、バンダム湾に入りパクし、上陸を開始。吹雪、春風は、艦師艇一隻を砲撃して格座させた。将風は四航線後へのため分離しつつあった。また三熊から、 敵艦隊接近中との偵察結果を受け、第3護衛隊は、第7戦隊、第2小隊に、戦団護衛を命じた。3月1日のバタビア沖海戦で、吹雪は、第5水雷戦隊や、第7戦隊、第2小隊、第19駆逐隊式並みと共同し、連合軍艦隊残存艦の撃沈に貢献した。経過は、以下の通りである。 3月1日日付変更直後、紹介のためバビー島を原に見ながら、単艦で行動していた吹雪は、バビー島右側北方から航行してきた、アメリカの従順洋艦ヒューストン、オーストラリアの軽巡洋艦パースの2隻を発見し、味方に通報する。さらに、連合軍巡洋艦2隻を、約25分にわたって、追跡、最終的に、距離2500メートルで、 魚雷9本を発射して日本命中を報告した。実際には命中していなかったが、戦闘商法では、吹雪の発撃を高く評価している。この後、巡洋艦2隻は吹雪を砲撃したため、吹雪は煙幕を展開して、敵艦との距離を取った。午前1時40分、吹雪は初雪、白雪と合流。午前2時頃には、名取第11駆逐隊 第12駆逐隊、第5駆逐隊の単重人となった。バンタム湾内に追い詰められた2隻の連合軍艦隊の巡洋艦には砲撃来撃が集中し、パースは1時42分に沈没した。ヒューストンも単独でしぶとく反撃を続けるが、2時6分に沈没した。その後の3時30分、初雪、吹雪は5000トン級タンカーに対し砲撃を行い、 激沈を報告した。同日21時35分、初雪、吹雪は、イギリス軍駆逐艦一隻を激沈総海底一隻を格差させたと報告した。なお、本海戦では、5社が頻発、特に、日本艦隊が発射した魚雷は友軍に、大きな被害をもたらした。旧来の資料や一部のアメリカ側文献では、日本軍輸送船の沈没、損傷を、 アメリカ軍魚雷艇の襲撃によるもの、あるいは連合国軍巡洋艦2隻の戦火としたり、海戦序盤0時44分に、吹雪が発射した9本の魚雷が被害を与えたとする。しかし、日本海軍が飛来時刻と射線を検討した、結果、第7戦隊最上が発射した魚雷と判明した。海戦を通じ、 今村陸軍中将が座上する洋陸艦新州丸、病院船宝来丸、輸送船立野丸、桜丸、第二号総海艇が沈没もしくは大破着艇。日本陸軍は損傷輸送船弾破砲弾の外高速魚雷艇の攻撃にいる者の,の女子として日本海軍の不手際を不問にしている。 陸軍省が企画した対外用交換戦士、オート戦士ジャワ作戦では、連合軍の駆逐艦や爆撃機の攻撃によって、新州丸以下は沈没したことになっている。なお、バンタムの西部に位置するメラクへの上陸部隊であるア・キツマル以下の輸送船団は、敵艦隊との遭遇もなく無事に上陸を成功させ、キロに着いた。3月4日、第11駆逐隊は、 第3護衛部隊の指揮下を離れ、シンガポールへ向かった。3月10日、第3水雷戦隊の編成が変わり、シノの目を喪失して2隻編成となっていた第12、駆逐隊が解体。サ切りを喪失して3隻体制になっていた第20、駆逐隊に白雲打加入。村雲は、第11駆逐隊に編入され、海戦時以来吹雪型3隻体制だった第11、 駆逐隊は4隻に増強される。第11駆逐隊は、第1小隊1番艦、初雪、2番艦白雪、第2小隊3番艦吹雪、4番艦村雲であった。その後、北部スマトラ総統作戦、アンダマン攻略作戦に参加。4月上旬、ベンガル湾機動戦に参加。この作戦の川内、第11駆逐隊、第19駆逐隊。 1> 第1小隊は警戒隊に編入され、主隊の行動には加わらなかった。本作戦を最後に、各隊は、クレに帰討した。6月上旬のミッドウェイ海戦で、第3水雷戦隊及び、第24駆逐隊、第27駆逐隊は、主力部隊を護衛した。7月15日、新しい第11駆逐隊司令として、杉野周一大佐が着任した。 同月中旬、ドイツ、イタリアからの要請により、日本海軍は、インド洋方面通商破壊作戦、B 作戦を発動。同作戦参加戦力は、第7戦隊、第3水雷戦隊、第2水雷戦隊によって構成され、マレー半島西岸がメルギーに集結する。空母の援護もなく、 敵将戦打法を目的とした作戦に、水雷戦隊の指揮は一気に下がってしまったという。8月8日、ガダルカナル島の戦いが始まったことにより作戦は中止され、各隊、各艦はダバーを経由して、トラック白地やソロモン諸島へ向かった。第3水雷戦隊は8月13日にトラックへ進出、第11駆逐隊はさらに25日ラバウル到着。 29日には、輸送船サドマル、川口支隊長川口清志県少々乗船を護衛して、ショートランド白地に到着した。8月7日以降のガダルカナル島の戦いにおいては、ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場が重要な役目を果たした。第二次ソロモン海戦では、同飛行場から発進したアメリカ軍機によって、第二水雷戦船が護衛していた。 日本軍輸送船団が撃退され、制空権なき海域での輸送船団突入は、成功の見込みがなくなっていた。そこで、高速の駆逐艦に物資を搭載しての揚陸作戦、通称、ネズミ輸送が始まる。水雷船体の中核として建造された、艦隊型駆逐艦にとって想定外の任務であり、乗組員の疲労に加え、空襲やアメリカ軍水上艦艇との戦闘で、 急速に消耗していった。8月30日府で、外南洋部隊は、外南洋部隊増援部隊指揮官、田中雷蔵少将を更鉄ラバウルに到着した第三水雷戦隊司令官、橋本慎太郎少将を新たな増援部隊指揮官に任命した。記録によれば、吹雪は、以下の輸送作戦に参加した。 1942年10月11日12時、第11駆逐隊、第2小隊は、第6戦隊の従順洋艦3隻とともに、ブーゲンビル島ショートランド白地を出撃し、ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場砲撃に向かった。同日、連合艦隊司令長官山本五十六大将の加齢によって、第3戦隊の混合型戦艦2隻及び、護衛部隊による、 第二次停戦隊がヘンダーソン基地艦砲射撃を行うべくトラック白地を出撃しており第6戦隊は第二次停戦隊に先駆けてルンガ白地に突入し飛行場砲撃を行うよう命令されていた第6戦隊司令部は従来の輸送任務で米艦隊の反撃が限定的だったこと11日昼間の航空偵察で 敵カニエを見なかったこと、3時間前にガダルカナル島に到着した日進隊が反撃なく、揚陸に成功したことから、敵の大兵力水上部隊をもってする、反撃等はないと判断して、特に警戒を厳になしありきという状態だった。だが、日本海軍の行動を察知していたアメリカ軍は、ガダルカナル島への増援部隊輸送船団から、 ノーマン・スコット少々率いる、従順洋艦サンフランシスコ・ソルトレイクシティ、軽順洋艦ボイシヘーレナ、駆逐艦5隻の艦隊を、護衛任務から引き抜き、アイアンボトム・サウンドに派遣して待ち構えていた。16時以降、第6戦隊は、速力30ノットで突進、機関青葉の左前方3000メートルに初雪、右前方を、吹雪が航行し、 従順三隻が単十人になっていた。先行した日進隊からガダルカナル島揚陸成功の報告もあり、第六戦隊は飛行場砲撃を決意。スコールから出たところ、21時43分にサボ島方向に関営を認めた。これを敵艦隊なのか、日清輸送隊なのか六戦隊司令部が迷い、味方識別信号を送りつつ、 敵味方識別を実施中に、官営は、砲撃を開始。偶然にも、米艦隊は、第6戦隊に対し定時戦法で迎撃する、格好になっていた。青葉の環境にいた、木島参謀の手記によれば、最初に被弾したのは、青葉の右斜め前方にいた吹雪で、艦中央部に命中弾を受けた吹雪は、爆発炎上したという。 ほぼ同時に青葉も環境に命中弾を受け、後藤司令官が致命傷を負い、通信装置も破壊された。青葉は面かじを取って、右に変身すると円幕を展開、有事を描くような運動で戦場から離脱した。古高は取かじを取って左旋回を開始したところ、青葉の面かじ変身と被弾炎上を確認するや、取かじを戻し、右に反転して、青葉を追った。 これにより、縁幕を展開した青葉と、米艦隊の間に割り込んだ格好となった古高は、集中砲撃を浴び、酸素魚雷に誘爆して、航行不能となった。絹笠、初雪のみ左旋回運動を行いつつ、米艦隊に砲撃を行い、ボイシ、ソルトレイクシティに損害を与えて、戦場を離脱した。その間、フブキは青葉に、同行して右旋回を行うが、 従順洋艦サンフランシスコ以下の集中砲撃を浴びて撃沈された。アメリカ軍によれば、米艦隊はヘレナが唇を切る形で、アオバ、フルタカを撃破した後同士打ちを避けるため一旦、射撃を中止、射撃を再開したところ、サンフランシスコ西方1400メートルに、同行中の艦艇を発見。 識別不能の投下信号を1から2分点滅して、右に変身したため的艦と判断して、勝者攻撃を実施。サンフランシスコ以下現在の米艦隊から砲撃を受けた、フブキは21時53分に爆発を起こして、沈没した。第6戦隊戦闘商法では、フブキの沈没状況を以下のように報告している。 吹雪波2158アオバの左140度500メートルを、同行中なりしも火災を、ジャッキシ2213大火災となり、事後爆発の音響分機関も、なく沈没、するお任メタるものあり、外南洋部隊支援隊戦闘商法第2項。 第2次津ギア戦第6戦隊司令部、山下駆逐艦長以下220名が戦死、日本側が救助した生存者はわずか8名であった。ただしアメリカ側資料に基づく英文書籍には、吹雪きの陸民の109名をアメリカ軍が救助、あるいは109名生存との記述がある。アメリカ軍に救助された者は、ニュージーランドの捕虜収容所で、 フェザーストーン事件に遭遇した。この後、古鷹の救援に向かった、駆逐艦4隻のうち、夏雲、村雲が、アメリカ軍機の空襲で沈没している。第6戦隊は、巡洋艦2隻、駆逐艦1隻撃沈、巡洋艦1隻大破という戦果を報告したが、実際の損害は、駆逐艦弾艦が沈没、軽巡洋艦ボイシが大破。 従順洋艦ソルトレイクシティが勝破、駆逐艦ファレンホルトが大破というものだった。日本軍の輸送作戦そのものは成功し、日清に輸送隊はラッセル諸島西側を通過して、戦場を離脱、軽巡川内、ユラ島と合流して帰還した。また損害を被った米艦隊もルンガ沖から飛退し、その感撃をついて10月13日には、第三戦隊の 10月15日には、従順町会、絹傘による、ヘンダーソン基地艦砲射撃が実施されている。10月16日、軽巡洋艦船隊と第四水雷船隊、同水雷船隊第一小隊、第九駆逐隊、第六駆逐隊、第二小隊、第二駆逐隊、第三小隊、第十九駆逐隊、第四小隊、第二十七駆逐隊によるがだるかなると、 輸送作戦が行われることになった。17日夜、軽巡戦隊は、ガトーエスペランス岬にいて、水雷戦隊は、タサファロングミにて揚陸に成功する。この時、ガダルカナル島から、輸送艦隊に収容された231名の中に、フブキの航海長が含まれていた。11月15日、サボ島沖海戦で沈没した夏雲。 村雲と共に吹雪も除籍された。また、同日付で吹雪型駆逐艦は、白雪型駆逐艦と改定された。だが、吹雪に代わって、ネームシップとなった、姉妹艦の白雪も、翌年3月3日のビスマルク海海戦で、駆逐艦、時津風、浅潮、荒潮ともに沈没、白雪型は、初雪型駆逐艦と改められた。 2015年1月、ポール・アレンの調査チームにより、残骸が発見された。艦長たちの軍艦誌262から263ページによる。横山徳次郎中佐、1928年2月1日から1928年7月10日。横山徳次郎中佐、1928年7月10日から1928年12月10日。 石戸雄造中佐。1928年12月10日から1929年11月30日。樋口通達中佐。1929年11月30日から1931年10月31日。佐藤慶造、中佐。1931年10月31日から1932年5月14日。大藤正直中佐。 1932年5月14日から1932年12月1日。直おか八郎中佐。1932年12月1日から1933年11月15日。平井安次翔佐。1933年11月15日から1935年10月15日。佐藤虎次郎中佐。1935年10月15日。 1935年11月9日、上田孝之助中座。1935年11月9日から1936年11月16日、香川住と少佐、1936年11月16日から1937年11月15日、藤田ともづくり昇作。 1937年11月15日から1938年2月4日、山田哲男少佐。1938年2月4日から1938年11月15日、折田恒夫少佐。1938年11月15日から1938年12月15日、脇田喜一郎中佐。 1938年12月15日から1939年10月10日、奥山静雄少佐、1939年10月10日から1940年10月15日、山下静雄少佐、1940年10月15日から1942年10月11日、戦死。ありがとうございます。